さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、待ちに待った iPhone XS が私にも届きました。届きましたというか買ってきました。発売日の3日前ぐらいに予約したんだけど、店頭に入荷したのが23日だったので、入荷したその日に撮ってきました。で、私が買ったのはこの新しく出たゴールドの XS の 256GB のものです。ずっとね、iPhone 7を使ってたんですよ。これも 256GB なんですけど、さすがにね、使い切れないんだよね、256。私多分半分も使ってないと思うんだけど、でも、一番ちっちゃいサイズ 65GB。まあそのぐらいじゃ多分足りないので、256にしました。今回はですね、昨日今日と使ってきて、私がちょっと不便だなーって思ってることを3つ紹介したいと思います。なんか皆さんね、レビューでね、ここがいいとかカメラがめっちゃいいとか言ってるんですけど、なんかそれだとみんなと同じ意見になっちゃうなと思ったので、私ガジェット系とかがね、別にそんなに得意とするものでもなく、普通の一般ピーポーの私が感じた、ちょっと iPhone7 から10にするにはちょっと不便になったなって思うところを紹介したいと思います。もちろんですね、買って良かったと思ってます。不便さに勝るカメラの良さだったり、画面の綺麗さとか、まあ特に私は Vlog とか外に出るときにこの大きいカメラを持って歩くのが結構まあまあ重いなと思ってて、新しいカメラを買おうかなと思ったんですけど、この内カメがね、めちゃめちゃ進化したので、内カメでね、今度からちょっと動画をね、撮っていきたいなと思ってるんですけど、まあそれは置いといて、私が思ったガジェット系とか何もわからない素人の女子の私が思った不便さ3つ紹介していきたいと思います。まずはですね、まあこれ結構みんな思ってるんじゃないかなと思うんですけど、この画面の右上、こういう形にカメラとかセンサーがね、ついているので、前みたいにここ1列じゃなくて、ちょっとここがへこんだ形になってるんですよ。なので上のバッテリーの表示とかが少し変わっていて、こっち側に時間、こっち側に電池と電波が書いてあるんですね。私みたいに結構ずっと iPhone をいじってるようなタイプ、動画見たり音楽聞いたりって、もう電車の中とかでもずっといじってるようなタイプだと、バッテリーの減りってめちゃくちゃ気になると思うんですよ。で、昔だとこんな感じでここにね、パーセンテージがね、表示される設定にできたと思うんですね。それがね、できなくなってるんですよ。できないよね。できるのかな？できたらどうしよう。多分できないと思うんですけど、それがちょっとまあ気になるポイントではあるかなと思います。もう 20%、10% って切ってきたらさ、カウントダウンが始まるわけじゃないですか。充電しなきゃいけないあれの7の時はね、 1% になるまでちょっと我慢してたりしてたので、それがね、ちょっとできなくなるっていうのがあります。それが一つ目。次がですね、まあまあ不便なんですけど、この上の部分がこんな形にへこんでるので、 Twitter とかを開いた時にここに表示されるヘッダーがあるんですけど、ヘッダーの上が欠けて見えたり、あとはゲームこうやってる時にここまでこう表示されるゲームとかも結構あるんですけど、ここの表示がなくなったりするんですね。まあ対応してるゲームも全然あって、その前の画面のサイズ、こっちの7の画面のサイズだけ画面で、脇はなんかロゴとかになってたりするゲームもあるんですけど、まあ、ちなみに私の今の Twitter のヘッダーはこんな感じで、見えにくいんですけど、ミニオンズと、あとここの真ん中に私がいる写真なんだけど、この真ん中の写真も昔だったらね、こんな感じで表示されてたんだけど、ここがあることによってこんな感じでちょっと目が隠れちゃうみたいな感じにはなってきます。で、もう一つ最後がですね、女子あるあるなんじゃないかなと思うんですけど、フェイス ID 問題なんですよ。フェイス ID 問題結構深刻で、私に関してはですね、登録した時がこの顔なんですね。で、私のすっぴんがこちらなんですよ。メガネかけてるし、カラコン入ってないし、なんか顔の血色めちゃくちゃ悪いし、髪の毛ボサボサだしみたいな、別人になっちゃう人いるじゃないですか、メイクで。それがね、若干認識されにくいっていうところありますね。なんか朝とか、前タッチ ID だった時は朝こう起きて半分寝たままこうやって携帯こういじれたじゃないですか、この半目ぐらいになっちゃって。でもね、フェイス ID だと承認されないんですよ、顔が。誠に残念ながら。あとね、冬場とかこれからの季節ね、マスクとかもすると思うんですよね、外に出た時とか。マスク結構女子はすると思うんですけど、男の人もね、すると思うんだけど、電車とかで一日こうやってマスクをってやんなきゃいけないかもしれないっていうのとか、メガネかけてると認識されにくいとか、まあ、フェイス ID 問題は結構女子はね、抱えてる問題かなと思います。こんな感じで、私が不便だなと思った点は
この3つです。まあこの不便さに勝るカメラの良さとか、防水のなんか質が上がったらしいんだよね。それが私にとってはまた良きなところで、これから購入を考えてる人とかいると思うんですけど、まあこの不便さがあるにしろ慣れていけばいいかなと思うので、全然私はこっちにして良かったなって思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。